クリス・シャーロックは、イギリスのロックバンド、元オアシスのドラマー。オアシス解散後は、BDI のドラマーとして活動した。1980年、リバプールのバンド、アイシクルワークスのメンバーとして、キャリアがスタート。1988年に一時的に、ラーズのドラマーとなるが、バンドはすぐに解散してしまう。代表曲、ゼアシー・ゴーズなども演奏。 1990年から1997年にかけてワールドパーティーやライトニングシーズでドラマーとして活動。1997年からソロ活動を開始したロビー・ウィリアムズのバックバンド入りドラマーとして活躍。2008年にオアシスでドラマーをしていたザック・スターキーの後を継ぎオアシスに加入した。2010年。 オアシス活動停止後に始まったリアム・ギャラガーの新バンド BDI に引き続きドラマーとして加入。2014年の BDI 解散後は目立った活動がなかったが2016年よりジェレミー・ステーシーに代わりのエル・ギャラガーズハイフライング・バーズのドラマーとなる。ありがとうございます。